はい、すいません、ちょっとね、実況撮ってるとめちゃくちゃ喉乾くんですげえお茶飲んじゃうね。で、何しようとしたんだっけ。まあ部活でいいか。ちょっと部活の経験値をガンガン上げていきましょう。で、デートして、あとはまあ勉強そこそこ頑張って、なんか小田さんとデート、あ、趣味あるか、趣味やろう。で、絵描いてあげよう、絵。まずは紅茶でいいか。まずは紅茶を作って、これあと1ミリで伸びんのもったいないな。一旦で作ってほしいわ。で、似顔絵、小田さんのを描いていきましょう。いや、結構かかりそうだね。何ターンぐらい ?7 ターンぐらいかかる。そこまでかかんないか。6ターンぐらいかな。かかり活動。ちょっとしばらくこれでいってみる?てか爆弾は大丈夫なんだっけ?大丈夫か?じゃそろそろ、じゃ爆弾なんか忘れちゃった。怖いから、ちょっと確認します。じゃそろそろ男にも、あ?全然、おー、また修学旅行。てかさ、なんかさ、時も過ぎてた、電話出てくれない率高くない?なんか。気のせいかな?俺が運悪いだけかな?全然電話出てくんないよね。いよいよ今日から待ちに待った修学旅行だ。あ、待って、飛ばしちゃった。お前、飛ばしちゃった、今間違えて L に押しちゃった。どこ行くの?沖縄に向けて出発か。今日は一日中移動で疲れたな。おいおい、初日から何言ってるんだよ。夜はまだこれからじゃないか。いや、確かに修学旅行の夜ってめちゃくちゃ楽しい思い出 ありますね。僕もしょうがないな。お前にだけは特別に教えてやるよ。何ですか。実はね、さっき偶然に大浴場の中が見えるベストポジションを発見したのさ。合宿じゃなくて修学旅行に覗きイベントあるんだね。いいね、いいね、いいね。そう、女湯だって。行きます、行きます、行きます。丸見えよう。どう、行きますよ。いやー、ま、いやー、それは見たい、それは見たいです。なんかそれは見たいです。結構例えば、ね、トキメモ1とかの合宿とかで覗いちゃうと、その合宿の女の子の昇進度が上がるだの、評価下がるだのがあった気がしてますが、俺も男です。見ましょう。あ、ちゃんとこれなんだ。またが3つある。いやー、これ俺の運にかかってるぞ。そこまではちょっと、曇って中も見えないし。これね、外れもあるんですよ。その、ま、どの窓から行こう。全部行ける?まあでも端っこじゃない、やっぱ男女でねえ、分かれてるはずだから、端っこどっちかだと思うんだよな。左。ごっくり。おいー、来たー。俺大丈夫か、動画規制されたりとかしないかな。おい、僕にも見せろよ。いや、今俺が見てる。ごめんごめん、俺が見てるわ。うわ、え、待って待って、それはまずいくない？ダメ。え、いや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 、これはまずいよ。なんかバッチリ顔見られた気がするな。まったく、お前のドジで台無しだよ。それはマジでまずくない？ちょっと待って、ねえ、大丈夫だよね、大丈夫だよね、ねえ、これなんか一発アウトのイベントとかじゃないよね。いや、それ見るでしょ、男だったら。ハブとマングースは宿命のライバル、例えて言えば月とスッポンといったところだな。ちょっと何言ってるか分かんないっす。で、修学旅行といえばさ、恒例の戦闘イベントあんのかな。ちょっと戦ってみたいな。トキモ3の戦闘どんな感じだろう。さっき白鳥が爽やか、全然女の子と一緒に来れないじゃん。なんでないよ。うふ、風呂上がりのお茶は美味しいな。この部屋空いてるじゃんか。ちょうどいい広さだな。よし、ここにしよう。何、枕投げとかやる？何って決まってるだろ。やっぱり定番だな。そういうことなら自分の部屋で、同じ部屋じゃないんだね別に。ちょうどいい広さの部屋がなかなかなくってね。女の子も来てるし、ペアを決めてみんなで対戦しようぜ。え、待って、これミニゲームある。なんか準備準備。しょうがないな。だが、
ただ競うだけでは面白くない。まあまあいいじゃない、それぐらいだったら。そうだな、後片付けは負けたチームの役目にしようじゃないか。それぐらいだったらいいですよ。いいんじゃない、その方が盛り上がるしね。じゃあトリマ、余計なことを、こうなったら負けるわけにはいかないなと。あら、まだ相手決まってないわよね。私の盾になってくださる？なりますなります。てか小田さんと一緒の部屋で何やったの俺たちは。ではお願いしますわ。そこが気になるんだけど、枕投げなんかより。出た。どうやらお前の対戦相手は俺のようだな。おじさん、白鳥と組んだんだ。負けないもんね。なんか意外なカップルだね。行くぞ。え、これが戦闘？まさか。ミニゲーム？それとも、なんだ？だからときめも3、新要素が多すぎてよくわからん。全然ときめもやってる気がしない。あ、始まったよ、なんか。枕投げ。説明まず見ましょう、ちょっと。うわ、すげえ、なんかめっちゃ凝ってそう。最初にゲームのルールを説明します。このゲームはパートナーとチームを組んでフィールドに落ちている枕や布団をぶつける。まあ枕投げですもんね。チームの勝敗は獲得ポイントで決まる。枕を割った回数、ポイントアイテムを取った回数、残り体力値に応じてポイントが入ります。パートナーと協力して上手にポイントを積み重ね、チームを勝利に導きましょうと。なるほど。はい、操作説明。160秒、あ、 HP かなこれは。枕に近づいて×を押して拾う。いや、しっかりしてんな。枕を持った状態で×を押すと、×で拾って×で投げる。いや、全然飛ばねえ。なんか野球みたいに投げる。なんでスローインみたいに投げてんの。何も持たない状態で丸ボタンを押すとジャンプ。何ジャンプ、うわめっちゃやばっちゃう跳躍力。人間一人分飛んでんだけど。枕を持った状態で L1 を押すと必殺技。え、なんだこれ、凝りすぎだろ。主人公に必殺投げはありません。どうだろう。必殺投げはできないってことはどういうこと。じゃあいらないじゃん、そのボタン。このマリさんも操作できるの。必殺投げは必殺投げゲージが赤色のうちは使えない。はい。ああ、時間で増えて使えると黄色になる。え、各種設定ってなんだ。敵レベルなんて変えれんの。ハンディ一緒。振動はちょっとなしでやらせてください。え、右はなんだ、ニコンか。え、何これ。いや俺ニコン持ってないって。ニコンない、ニコンない、ニコンないよ。大丈夫これ。あ、大丈夫だよね。まあまあまあ、これでいきますか。ちょっとニコンないんで。はい、だってバツで拾ってバツで投げる、バツで拾ってバツで投げる。あー、めっちゃむずい、めっちゃむずい、めっちゃむずい、普通にむずい。拾えない、拾えない。痛いし、これ。待って、普通にむずい、普通にむずい。待って、ボコられてる、ボコられてる。おら、よし。女の狙い、よっしゃ。可愛い、殺した。殺してはないか。行け。よっしゃ。こいつめっちゃ俺と同じもの持ってんな。行け。あ、これ危ない。よしよし、オーバーキル。これオーバーキルできるな。行け。オーケー。いや、これ勝てるでしょ、全然余裕で。持ったタイミングで、よしよしよし、これ持ったタイミングを狙おう。持ったタイミングで、はい、あれなんだよ。こいつ結構 HP 高いな。持ったタイミングで、あ、待って、あ、ごめん、間違えた、ごめんマリさん、ごめん。オーケー、待って、マリさんごとやってる、俺マリさんごとやってるわ。待って、あとはこれでとどめだ。よし、危な、マリさんごとやるとこだったな今な。めっちゃ当ててんじゃん俺。あ、ポイントアイテムって全く忘れてたわ。
まあ圧勝、圧勝だ、圧勝。やりましたわ、勝ったのね。ごめんね、何回かちょっとマリさんに枕あげちゃって、当てちゃったよ、ごめんね。でも、あなた…うわぁ、ま、めっちゃんと怒られる。ごめん、本当にごめん、それはギク。ま、勝ったから特別に許してあげますわ。これで負けてたら終わってたな。危ない。お、怖い。しかし、それにしてもいつ着替えたんだ。あれ、確かに、え、確かに。お、だ戦闘イベントみたいなのあんまりないのかな。来た来た来た、これでしょ。え、じゃこれであるんじゃない、戦闘イベント。今日は朝から自由行動か、一人じゃ寂しいから誰か誘っていこうかな。これで、マリさんと。あ、マリさん、ちょうどよかった。あら、本田くん、奇遇ね。あ、まだ俺のこと本田くん呼びなんだ。今日自由行動だったよね。よかったら一緒に行かない？少し遅かったわね。先ほど、リカと一緒に行く約束しましたのよ。3人でどう？ 3 人で。そうなんだ。いやー、マジか。3人で行こうぜ、そこは。なんだこれ。平和公園。長崎って俺行ったことないな。ふん。一人かい？孤独を愛する君らしい選択だ。お前も一人？いや待って、これ隣に女いるんじゃない？お、え、マジで？そんなはずはないだろう。間違っても道に迷ってはぐれてしまったわけじゃないぞ。お前意外とモテない？もうそれはモテねえよな、お前みたいなキザな。なんか性格悪いもんな、お前。ま、顔だけだ。でも飲んで、せっかくだから途中まで一緒に行ってやろうじゃないか。お前本望じゃないだろうな、やめてくれよそういうのは。君が見学先でトラブルに巻き込まれることもあるかもしれないからね。なんか急に優しくね、こいつ。なんだこいつ。俺はなんて親切なんだろう、こういう親切な自分に。ああ、そういうことか。迷ったから俺についてこいとしてんのね。そういうことね。今日で修学旅行も終わりだ。いろいろあったけど楽しかったな。戦闘イベント、ああそうか、一緒に行けたらなんか戦闘イベントあったんかな。いや、なんで行けなかったんだろう。やっぱちょっと評価好感度が足りないんかな、まだ。丸一日乗り物ってのはきついよ。丸一日バスか、これ 何やってんだ。飛行機でも、飛行機で行ったんだよね、長崎とか沖縄ってことは。どうしようかなこれ。まあ小田さん、マリさんとちょっとデート重ねますか、もうちょい。26は曇りか。まあ曇りでもいいか。待って、ハロウィンがあったら今な。どうしよう。遊園地は、なんだっけ、あんまり好きそうじゃなかったんだっけ、前言った感じ。動物園、山、山とかどう？紅葉、曇りだけど。よしよしよし。いやー、また爆弾。いや、爆弾よく出るなー、トキメモ3。あんまり処理できてないだけかな。これは駅前かな。オッケー。あら、出迎えの花束ぐらいないのかしら。これ好きだね。もうてか、こんだけ言われたったらさ、そろそろ花束ぐらい用意したら。あ、花束用意すればいいのか、趣味で。なんかガーデニングとかあったよね、そういうこと。今気づいたけど、ちょっとやってみるか。今日は晴れててよかったわね。曇りだけどね。あたりはすっかり紅葉しているわね。早く見に行きましょう。うん、行こう。どこを見ても真っ赤で素敵な景色ね。よし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 。遠出してよかったわ。いいね。意外と、意外とってか普通にこういうの好きなんだね。いやー、これどっちだ。下は論外だろ。紅葉の中のマリさんって絵になるよ。喜んでもらえてよかったよ。いや、これちょっと攻めるか。
法要の中のマリさんって絵になるよ。それは当然よ。今頃気づくなんて遅くってよ。いいんじゃない？いや割とかい。このさ、途中のストリッシュちょっと選択肢さ、声の感じとさ、評価が振り合ってなくないか？そういうもんなのか？俺の感覚がずれてんのか？え、よくってよ。なんだって？あれか？レストランか？歩き疲れましたわ。早く座りたくてよ。椅子が歩いてこないかしら。でも歩いてこないよ。こういうマジレスをしてみたりしてみなかったり。美しい紅葉の中を歩きましたから。心地よい疲れですわ。いいね、でも紅葉気に入ってくれてんね。まあ、まずはちょっとこの部活でしっかりバッチリ取っていこう。演劇は素晴らしいわね。だってそのおかげであなたは私の才能に触れることができるんですもの。そうだね。とても光栄なことでしょ。よし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 、これ絶対バッチリ取れるね。あ、でもあんまりさ、もうちょっと話すことなくなってきたよ。いやこれもう右がねえもん。取り留めのない話してみる。一回ぐらいしてみる。そうね、夜風が冷たくなってきたと思ったらもうすぐハロウィンなのよね。そうだね。ああ、まあこんなもんか。そういうなんかイベントに合わせた会話とかもできるんだね。なんか勉強の話、運動、どうだろう。勉強の話とか一回してみる。文系の勉強は好き？ええ、好きですわ。そうなんだ、やっぱり理系よりは。特に文学には興味ありますわ。そうだ、文系なんだね。ああ、まあ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 、いいね。それでは、そろそろ帰りますわ。そうだね。今日は来てよかったわ。では、帰りますわ。途中までなら、ご一緒してもよろしくてよ。いやー、一瞬なんか家送ってあげたりとかしたいね、一回ぐらい。ハロウィンがあると。ちょっと理系が低いから理系あげるか。運動はこれは全然手つけてないけど、でももうそろそろ、あ、待って、爆弾やばいか。なんだ？何？あ、爆弾発生イベントね。なるほど、なるほど。びっくりした。もう爆発したのと思った。まだ爆発はしてないのか。ちょっとよろしいですか。まあ、待って、これまずいぞ。そろそろまずくなってきたぞ。あ、マリさんどうしたの。よかったら一緒に帰ってください。いやこれ断れねえけどさ、これ出たよ、ときめも。結構難易度がね高いというか、ときめもが難しくさせている原因の一つで、この下校イベントがね、これ断れないよね、やっぱ。俺本命から下校誘われたら、これね、いや、ワンと同じシステムだったら、この下校をね、一緒に帰るメリットって一切ないんですよ。なんですけど、3はちょっとどうかわかんないんで、まあ一緒に帰るんですけど、これね、一緒に帰ると、もう他のヒロインの昇進度ガンガン上がって、爆弾ガンガンつくんですよ。これはまずくなってきたな、ちょっと。あなたに何渡そうと思って。あ、ハロウィンだから。ハロウィンのお菓子よ。やった、ありがとう。そうか、今日はハロウィンなんだ、ありがとう。いや俺もなんか持っとけばいけたかな。なんだこれ。ハロウィンはもともとアメリカの祭りで、子供たちがお化けのコスプレで街中を歩き、お菓子をもらって回るというものだ。日本でも最近仲のいい友達にお菓子をプレゼントする風習になってきたらしい。これなんかあれだから、この時代背景的に2003年ぐらいからハロウィンってやり始めたとかだったりすんのかな。ちょっと俺ここら辺の時代まだ赤ちゃんなんで、ちょっとわかんないんですけど、そうなんかね、多分もしかしたら。そういうことだって、確かに今先ほども1とか2にハロウィンの概念って なかったような気がするな、これより前の時代って。そういうことなんかな。マリさんと楽しく下校しただからこその説明書なんかな。どうなんだろう、ちょっと分かんないですけど。いや俺もお菓子作っとけよかったね、これね。あ、そうだ、似顔絵作ろう。もうできるんじゃない、これ似顔絵作っちゃうで。ちょっといけ、よし、いた。は、いやいや、ダメダメ、失敗作ダメよ、失敗作はダメでしょ。
ちょっとてか爆弾がやばいから、マキラさんとデートしよう。どうしようかな、どこがいいかな。9日になんかやっぱ爆弾解除スポットとして結構さ、この河川敷公園って使われたりとかよくするんだけど、もうじゃあ1回ぐらい行ってみる。河川敷公園って多分ね、なんかこう女の子と会話できるデート場所だと思うんだよね。なんか好きなもの聞けたりってか、最初一回さ、マリさんとかと行った方が良かったかもね。こういう河川敷でなんか趣味聞いたりとか、まあそのデート後のなんだっけ、食事イベントの食事のさ、会話イベントとかでも聞けたりするけどさ、いろいろ趣味とかは。でも多分河川敷公園でも聞けると思うんだよね。どう、俺もこれでいいんじゃん、みんなこれでくれてか。なんかアイザーさんの時もさ、これで行って悪い感じじゃなかったよな。本田くん、はーい、かわいいね、服。そんなことないよ、全然気にしなくていいからね。ごめんね、ちょっと待たせちゃったね。え、服いってる。ああ、そういうことなんかな。え、じゃあもういらないじゃん、他の服全部これでいいじゃん、うん、こういうことなんだね、ときめも3のあれ。ねえねえ、草占いって知ってる。花占いじゃ、占いじゃなくて、あの花ちひって嫌いじゃなくて草占い。でも俺占い好きな女っていうか、占い好きな人ってあんま好きじゃないんだよな。まあちょっとなんかさ、なんかテレビとかでやってる今日の運勢はみたいなのが気になるぐらいだったらいいんだけど、なんかこうがっつりさ、占いでねえ、占い信じて毎日占い通り生活してますぐらいの人ってあんまり好きじゃないんだよな。まあでも秋原さんは別にねえ、評価上げる必要ないから、占い好きなんだぐらいでいいでしょ。結構年季入ってるかな。そうなんだ。なんか、じゃあ草占いちょっとやってみてよ。え？今日はありがとう。草占い聞かれて、それ説明してくんないの？じゃあ、私は帰るね。うん、バイバイ。草占いについて、なんか教えてほしかったな。もうちょっと。なんかあれなんだね。その趣味とか聞く選択肢とかじゃなくて、普通に河川敷でデートしたな。やっぱあんまり今までのときメモの知識ってのは3に関しては生きてる気がしないね、ちょっと。じゃあ似顔絵描いていこう。槙原さんのもう爆弾は解除できたかな。1回ぐらい、じゃあちょっと相沢さん、じゃあ槙原さんはいいか、相沢さんに電話してちょっと聞いてみますか、爆弾を。相沢さん、大体こんな感じやで。いや、まだ爆弾ついてる。え、じゃあ相沢さんの爆弾って解除したっけこれ。やばくね、ちょ待って待って、やばくね、解除した俺これ8月31のしたっけ、やべえ俺。でもまだついてたな。で、全然爆弾、ちょっと男と一回電話するかこれ。どう、自慢話に付き合わされました。当たり前だろ。おお、いけたいけた、こっちはいけるんだ。いやだね、全然ダメだな。もう男と電話する意味は多分ないんだろうな、ほとんど。もうやめよう、ターン無駄にするだけだ。ちょっとこれ似顔絵だけまず完成させちゃおう。ちょっといった、いいね、来た、成功した。じゃあまたこれでマキャルさんと一回電話して相沢さんの爆弾が消えてるか見よう。いや出ねえ、いや出ない確率ちょっと高すぎじゃない、やっぱさすがにここまで来ると。あ、待って、一回12月ってことは多分あれが、そうだね、萌木のウォッチャー来てるね。グリーンパーク、植物園が、で、なんかバーゲンセールみたいなのいつもやってんな。
ルミネファンタジーってかバーゲンセールでこれさ服買いたりとかするのかな、もしかして。どうなんだろう、ルミネファンタジー、おイルミネーションか、なんだこれ、ナイトパレードか、遊園地か、スケート場、スキー場、あスキー行きたいね、スキー、スノボいいね、あークラシックいいね、切なくて、これラブロマンスじゃない、ラブストーリー、これはウォータースライダー、あー温水プール系か、室内プールか、映画とかもいいんじゃない、ってことで、まあ部活でいいかな。んー、何にデートどこ行こうか、これちょっといろいろ行きたいね。まずはスキースケートちょっと行きたいな。前澤さんじゃないや、マリさんもしかしたらあんまり好きじゃないかもだけど。あー爆弾ついてんね、めっちゃ怒ってる相変わらず。これてかやっぱちょっとやばいな、爆弾しっかり解除しないと。相澤さんあたりとちょっとスキーとか行ってみる。あんまりマリさん好きそうじゃないっぽいんで、12月13日でもう行けるか、一回これでも押したことは戻れるから、ちょっと見てみよう。あこれ山あれじゃない、雪降ってない、いいね、スキー行こう。なんで、おいいよいいよいいよ、評価低いからかな、もしかしたら。なんか前澤さんの評価さ低かったよな、一段階評価低いと遠く行けないみたいなことあんのかな、それはちょっとありそうじゃない、どうだろう。いいね、勉強は余裕だね。コロパラメータで全然余裕なんだね。あ今なんだ、なんだった、理科か、なんかやばかったな今な、なんか一個やばかったぞ、丸だったな。いやゲーセンにスーツで行く、まあ行くか。なんかあんまり俺の感覚としてはそのデート場所に合わせて服装を選ぶのかなと。なんだなんでやねん、やった。今日は何して遊ぼか、よくわかんないけど受けたわ。プライズゲーム、大型体感ゲームコーナー。あー、プライズゲームとかあんまり女の子好きじゃないんじゃない？大型体感ゲームコーナー行こう。まあ、ええか。まあ、あんまり刺さってない。プライズゲームは好きだった。あ、わざわざ確かにゲーセンをしてくるってことは好きだったのかな？ごめん。今なんか言うた？聞こえへんかったわ。いや、もうお前の悪口言ってたわ。何を買ったって、相澤さんは。あ、これいいんじゃない？これいきますか。相澤さんは可愛いって言ったのさ。ほんま？お、バレてる。でも言ってたんとちゃう？バレた。バレる人言ってましたよ。あ、評価はどうな？え、ダメな？そういや、うち寄るとこあるんやった。ほな、またな。バイバイ。バイバイ。いやー、全然刺さんねこいつ。何するか、理系何がこれダメだったっけ、テスト理系だっけ、ちょっとここでしっかり見よう。あ理科か、英語もまあまあ微妙か、理科英語でも英語は多分語学だよね、理系がちょっとだから低いか。うわ白鳥結構できんね勉強ね。あーマリちゃん英語ダメなんだ、英語俺教えるよ。いや相沢千歳かじゃねこいつ、英語しかできねえじゃん。あでも英語俺負けてるしやべ。あーまあまあまあ結構みんな、マリさんも別に頭悪いわけじゃないよな全然な、まあ、英語ちょっと29はまあいただけないけど、他の教科見る感じ別に国語とかもねかなりできてるし、相沢千歳の方がバカだよなこいつ、英語しかできねえじゃん。英語なんて正直って誰でもできっからな。あら、あれテストの結果ご覧になった？はい、見ました。私より成績良かったのね。いやいやいや、マリさんも美術とかすごかったよ。いやそれほどでもないよ。今度は負けないわ、テストにもきっとセンスが必要なはずよ。
テストの感性を磨かなくては。なんか勉強のさ、教え合いっことかしようよ。勝負ね。勝負お互い頑張ろうね。でもテストの感性ってなんだろうな。確かに。下校イベントはやっぱりスルーで。一人で帰るのもなんだから誰か誘おうかな。またないと。これあれじゃない、クリスマスパーティーかなんかあるよな、この後。1年目参加しそびれたやつ。ちょっと体調を万全にしてから、いやーすげえ出るな。で、なんか趣味1回ぐらいやる。こいつらの似顔絵とか書いていいことあんのか。書いたらなんか長くなれたりするのかな。なんか、いや、そう、園芸みたいなさ、そう、園芸、そう、ガーデニングで、なんか花束作ろうぜ、ちょっと。うん、見て。来た。ちゃんと背広着てきますよ。よう、今年もやるんだってね、クリスマスパーティー。うん、今、掲示板見たよ。ちょっと去年俺参加できなかったんで。今年はどんな趣向で行くのかな。楽しみだよな。いやー、ちょっと去年はわからないんで。うふん、なかなか楽しそうだね。話合わせとくか。いやー、君たち今年も行くのかい。今年も行くよ、クリスマスパーティー。俺の引き立て役がいてくれて助かるよ。へへ、白鳥相変わらずだね。じゃ、会場でな。俺らって意外となんか いつも一緒にいるよな。俺的にはあんまり仲いい印象持ってないんだけど、こいつらはすげえ俺に好意持ってるような感じあるよな。すげえ一緒にいてくれる。でも大事だよな、男の友達って。俺も仲良くした方がいいかな。高校パーティー会場は向こうだよ。ああ、よかった、入れた。結構盛大なパーティーなんだな。ちょっと初めてだもんね、参加するの。おらー、マリさん、肩なんか出しちゃって。メリークリスマス。やはりクリスマスって楽しいわね。ね、プレゼントもお食事もたくさんあってよ。そうだね。それではまた後ほど。ちょっともうちょい一緒にいようよ。本田くん。お、牧原さん、こんにちは。こんにちはじゃない、メリークリスマス。それにしても驚いちゃうね。本当驚いちゃうね。こんなに盛大なパーティー。俺初めてなんだ、正直に言うと。本当豪華だよね。俺好感度高かったりすると一緒に回れたりするのかな。来年はちょっとマリさんと一緒に。ではなんか、メリークリスマス。それは体を張ったボケですか。なあ、うちのドレスどうかな、似合ってる。うん、よく似合ってるよ。いや、ボケとかじゃないんだ別に。マジでその格好してんだ。まあまあ別にそんな変ではないか。そんな変ではないな、別に。ボケとか言っちゃったけど、ただのサンタさんの、まあ、コスプレみたいなもんだもんな。ごめんごめん。それじゃあまた後でな。あっちの方に美味しい料理があったで。マジでありがとう。後で食べるよ。あっ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 、いやーこれ似顔絵小田さんのありじゃね。他の何がある。トイレットペーパー。いやー、どうしよう。いやー、ありじゃねえ、小田さんの似顔絵。ちょっと流してみっか、小田さんの似顔絵。どれにしよう。小田さんの黄色。金色。パパじゃん。あるの？いらねえ、お前のかよ。それ、俺のプレゼントじゃない。サイズ絶対合わないし。なんか女の子のプレゼントの方が良かったって顔してるな。当たり前だろお前。そんなことないよ、ありがとう。まあ確かにもらえただけでもありがたいな。でもサイズ合わないからもうすぐ売りますね。
いやすごく豪華だったな。いやもう冬休みか、終わっちゃうな。園芸道具の購入2年生終わっちゃうな。ちょっと花束作ろうぜ。バラバラバラ、おお早い。バラを栽培した。バラのブーケ、え、来た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 。え、これちょっとマリさんとデートしようぜ。いいねいいねいいね。勉強しよう。まあ30レベルぐらいまでいったら多分もう文句なしに大丈夫っぽいよな。さあ初詣ですね。今日から新年か。年賀状来てるかな。いやマリさんあれかな。あマキュラさんもくれるんだ、ワンポイントのイラスト。ああかわいいね。おおすごい、確かに個性的というかすごいセンスだ。あ相田さんからもくれた。相田さんの年賀状かわいいね。で、白鳥と矢部と。まあ年賀状って最近もう僕も送らないっすよね。なんかちっちゃい頃とかは送ってたような気しますけど、年賀状ってのも全然送らないですよね。皆さんはどうですか。ということでじゃあマリさん飾っていきますか。おめでとう。あのさ、よかったら今から初詣行かない？いいね、よしよしよし。それじゃあ神社の鳥居前で。いやえってかさ、マリさんとさこういうイベント系のデートできるの初めてじゃない？まあクリスマスパーティーとかあったけど、でも縁日とかもさ花火大会も全部断られて、あらかわいらしい。いや大丈夫だよ、あげましたおめでとう。ええ、こちらこそ。それにしてもとても混んでいるのね。毎年よく飽きないものね。まあでも1年に1回ぐらいだったら飽きないでしょう。そうよ、俺たちも来てるんだけどな。それじゃあお参りしよう、せっかく来たんだし。ええ、おごそかな気持ちになれそうよ。お正月ですものね。行きましょう。何お願いしようかな。いやーこれはもう恋愛成就でしょ。ここでさ、他の人の恋愛成就できるってどういうことなの。どうかマリさんと今まで以上に仲良くなれますように。その願いは叶えて死んでよ。お、なんかその気になってきたぞ。ここら辺のテキストとかももうシリーズで恒例って感じですよね。さっき何お願いしたのかしら。いや、さっきね、いやこれどうしよう、秘密かな。秘密、マリさんはいろいろお願いしましたけど、やはり最後はカンヌ映画祭の主演女優賞かしら。大きいね夢ね。いいね、いや応援するよ。あら、向こうで何か売っているようね。おみくじじゃない。いや、おみくじ引いていきましょう。さて、今年の運勢はと。大吉来い、大吉。大凶。どうでした？おみくじ。おみくじね、大凶でした。大凶だって、ショックだな。いや、マリさんとか大吉引くんじゃない？え？大凶ですわ。いいじゃん、でも、なんか、ね。恐ろ恐ろ。これはきっと誰かの陰謀ですわ。結構気にするタイプなんかな。大丈夫だよ、こんなにめったに出ないんだから。むしろラッキーだよね、大凶なんて。大吉より少ないじゃない、大凶って。だって結果どうあれ、木に結んでおこう。ええ、そうね。このおみくじの私の分も結んでおいてください。運勢ってランダムなんかね、そのヒロインの分も。なんかしおりとかって確か大吉しか出なかったみたいなような気がしたんですけど、気のせいだったかな。ツリーは完全ランダムなんですかね。はい、結んでおきます。今日は楽しかったわね。今年もよろしくお願いします。いやでもさ、この1年本当に大事だよ。だってもう来年はもう卒業間近でしょ。この1年でさ、いかに仲良くなるかだよ、マリさんと。
趣味やってたっけ、なんだっけ、あ、バラは、でバラもやったんか、なんかバラ以外も、いやバラだけでいいか、とりあえずちょっとさ、マリさんと一回デートしようぜ。マリさんとデートで、なんかウィンター系のね、限定、冬限定のデート場所、あ、そう、1月9日、そう、俺の誕生日もあるから、そこの前になんかウィンター系のね、限定、雪でこのスキーとかどうですか。あら、そう、よしよしよし、その日は空いてるからお付き合いしてあげてもよくってよ。マリさん、スキーだったらさ、結構できたりしない？楽しみですわ。だから運動さ、野球部であげた時から一切あげてないから、ちょっと大丈夫かな。いや、まあこれでいきますけど、行きまい。出迎えの花束ぐらいないのかしら。ありますよ、出迎えの花束。え、あ、あるのに。なんか装備とかしなきゃダメなんかな。ええ、行きましょう。ちょっと、なんかアイテムとか見てみるか。なんか、確かにそうだ、アイテム、持ち物とか今まで見てなかったもんね、全くね。今日は晴れててよかったわね。まあでも雪降っててもスキーだったらいいんじゃないですか。それにしても、寒いわね、ここ。上着着る？もう上着着てそうだけど、早くスキー場に移動しようか。ええ、そうね。お、いいね、いいね。世界って私好きですわ。結構刺さってんじゃない？おお、スキーウェア可愛い。どうかしら、このウェア素敵ではなくて。いいね、白似合うね。ハイセンスなウェアだね。あら、このセンスの良さが分かる。いや、このウェアマジでいいね、可愛いわ。本当にいい、そうそう。やはり一流の人間には一流のものだけが似合うのね。そうだね。割となんだ。何だったんだろう。滑り疲れたわね。少しどこかで休んでいきませんこと。そうだね、どこかで休んでいこうか。よくってよ。気分は良いけれど、少し疲れましたわ。もう倒れそうですわ。そう、早く帰ろうか。マリさんは結構疲れがちだね。やっぱり山は寒いですわね。まあそうだね、山は寒いというか、やっぱ冬だから寒いんじゃないかな。あ、で、花のさ、やつ。これ。まずはガーデニング全般、どう？そうね。もし、まあまあか。バラとかさ、めっちゃ関心あるんじゃない？どう？ええ、本当にそう思うわ。ほら、まあまあいいね。で、演劇部、これでバッチリを取っていくと。あなたは割と見込みあると思ってるの。これからも諦めないでセンスを磨いてほしいわ。まあ、野球部を諦めてしまった前例があるんでね。ちょっと釘を刺されましたね、今。それでは、そろそろ帰りますわ。はい。今日は来てよかったわ。いいね。では帰りますわ。途中までならご一緒してもよろしくてよ。やっぱこうときめもってデート重ねるときが一番から楽しいよね。一番いいわ。そろそろ一回収録切ろうかな、このあたりで。ちょっと今日めっちゃ収録したわ。なんか1年2年生になるまでやろうかなと思ったんだけど、あ、3年生か、2年生終わるまでやろうと思ったんだけど、ちょっと思ったより長引いたんで、この辺りで一回切りますね。ご視聴ありがとうございました。またもう1年ね、ぐらい続いてやっていきます。まあ、マリさんをね、攻略していこうかななんて思ってるんですが、よかったらね、これからも見てください。バイバイ。